ありがとうございます、ただ単にパーティーだと思ってましたけれども、僕たちパーティー盛り上げ担当かなと、サウンド的にはオケも使ったりする感じなので、にぎやかはにぎやかかなと思いますのでね、結構ノリノリな曲もこの後やりますので、ぜひ知らない方も手拍子とか、なんか一緒に歌えそうなところがあったら歌ってもらっても全然 OK なので、楽しんでもらえればなと思います。ご存知の方は、聞いて、あ、これはって思った方もいるかもしれないんですが、僕たちはTM ネットワークのカバーをやってるユニットで、本日2回目でございます。はい、2回目あ、喋りますか。いや、別にいいです。そう、じゃあ先にご紹介をし、あ、ご紹介、あ、ご紹介をしておきます。下の名前忘れた。先にじゃあ、ギター、はい、原義孝。ありがとうございます。義孝さん。ギター歴1年半くらいなんで、多めに見てください。初心者ですか。いや初心者武器にしちゃダメですよ。はいはい。あと、リーダー安田、下の名前がなんだっけ？安田、なんだっけ？ユウスケ。いや、どっかのタイミングで、人の名前なんだっけかなと思ってこう調べとこうと思いながら忘れてトイレに行っちゃって、そうでした、すみません、失礼しました。リーダーっていつも呼んでるのでね、そうなんですよ。下の名前、ユウスケ君って呼んだことは多分ないんですけど、今後気をつけます。リハの時はユウスケ、あ、3回もあるんですかね。オファーがね、僕はオファーいただく側ですから、ボーカルのタカ、またの名を西内と申します。よろしくお願いします。はい、簡単にあらましだけ言っときますと、 TM ファクトリーは3人グループで、ボーカルは別の方がいらっしゃるんですけれど、その方がスケジュール的にアウトな時に、なんか代理ボーカル
代理ボーカルで僕が時々呼ばれて受けた、やっぱ一人でもね受けたら僕これ正解、あの代理ボって言いたかったんですけど、まあまあいい、代理母とかけてね、あ、全然あれだった一人でも一人でも受ければもう十分、あの代理ボーカルをさせていただいて、これが本日2回目ということで、またそのボーカルの方がスケジュールアウトの時に僕に回ってくるかもしれないんですけれども、はい、その時はぜひよろしくお願いいたします。お願いしますということで、忘れないうちに、僕はよく喋る人なので、あの先に要件を言っとかないと、あのどんどん話があっちに行くので言っときますと、この3人ではないんですが、3人が出演するイベントが来月あります。6月、あ、なんか被ってる、誰か6月5日イベントされるって言いましたね。うわー、ぶつかった。あのもちろん、風増さんとかマッキーさんとか仲良くされてる方はそちらを選んでいただいて、はい、あ、ちょっとあなたはこっちでしょで、あの、まあ、あの何か、あの、まあ、血迷って僕たちのイベントに来ていただいても全然 OK なんですけど、一応告知をしますと、6月5日の心斎橋相馬で、関西ファンクスディケードというイベントがありまして、先ほど、スパークルの方がおっしゃってたように、ミクシーでカラオケオフ会をやってるグループは TM でもありまして、そのグループが10年続いて、その記念でなんかイベントやろうということでやるというイベントですね。そこに、僕もミクシーのオフ会2回ぐらい参加したことあるんですけど、10年のうち2回だと結構薄いんですけどあの参加したことがありまして、まあ、いろいろご縁がありまして僕も呼んでいただいて、僕は違うグループでやるんですが、彼らは TM ファクトリーはその時フューチャリング誰でしたっけ、本田さんですね。本田さん、あの別のボーカルが、別の代理ボーカル、あの代理ボーカルあのがあの参加されるということで、僕たちは共演という形になるんですけれども、あのみんな TM の曲ばっかりやりますから、10組ぐらい出てみんな TM の曲やりますから、それは濃いですね。グローブもあるんですか。昼間の2時から夜の9時ぐらいまでずっと TM かグローブですから、あのお好きな方はぜひ。なんか嫌そうじゃない。いやすごいなと思って、ファンの力ってすごいなと思って、はい、そんな感じでやりますので、よかったら来てください。そしてあの大事な宣伝忘れてた、6月19日ヌーブで僕あのソロですけど、あのここでライブさせていただきますので、皆さんよかったらお越しください。あの5、6年こうやってニセウツという名前で、あの TM ネットワークのボーカルは宇都宮さんというんですけど、でウツさんと呼ばれてて、その偽物ということでニセウツという名前が付けられたんですが、あの5、6年カバー活動をやってると、さすがにちょっとこう、なんでしょう、さすがにちょっとこう飽きると言ったら言い方悪いですけれど、何か次の展開を考えないと僕の中で楽しめなくなってくるので、偽うつなんだけれどオリジナルをやりましたっていうことで、おとといに CD をリリースしまして、そこに置いてます。拍手ありがとうございます。あの一応テーマは偽うつなんですよ、それ変わってないんですよ。だから僕が目論んでるのは、え、これ TM の新曲とか、え、これうつさんの何ソロの曲とか、え、これ何っていう、なんかこう、ま、惑わしたい感じの曲を作りましたので、聴いてもらったら、なんか TM っぽいねっていうのも、なんか感じられるかと思うので、まあ、知らない方は全然いいんですよ。僕のソロシングルとして聴いていただいて、あ、いいか悪いか判断してもらったらいいと思うんですけど、そういったこともあのさせていただいておりますので、それをレコ初イベントとして19日ここでさせていただきますので、その時は TM の曲以外の、その CD の曲もやったりとかしますので、よかったらそれもね、お越しください。まだあるんですけど、ああ、いっぱいあるな。あのまたあのホームページ今作り中なので、今日の夜には多分できると思うので、またあのチェックしてください。ニセウツとかタカとかで検索していただいたら何か出てくると思いますので、よろしくお願いします。いっぱいあるんですけど、この辺で、あ、打ち上げ参加される方はあの僕口頭で全部直接一人一人に宣伝していきますうざいね、うん、あの聞きたい方は言ってください、はい、聞きたくない方にも言うかもしれませんけど準備はできてません。OK です。立ってた。じゃあ、続けて、2曲、静かな曲をいきます。
清めておくれ。
Somebody
お楽しみください。